こんにちは、柴田です。今回は Zoom G2-4 のおすすめのハイゲイン、クランチ、クリーンをご紹介させていただこうと思います。でまずハイゲインなんですけれども、ハイゲインはね、このプリセットの中からご紹介いたします。こちら007番ですね。 Hands of Time、 アメリカの Y&T のねプリセットなんじゃないかと思われます。中身見ていきます。これはね結構ね使えると思います。非常にシンプル、 TS ドライブとクランパスだけですね。アンプ中見てみましょうかね、トレブル上げ目、プレゼンスもねかなり上がっております。でもねゲインは55、ドライブ見てみましょうかね。ドライブゲイン0ですね。トーン53、もうねこれでねかなり歪んでます。例えばね、ここにちょい足しでね、まあモジュレーションとか入れるとこれまた面白くなるんじゃないかなと。なんかフェイザーかフランジャーかちょっと試してみましょうかね。フェイザーはあった、これいってみましょうか。じゃあフランジャー行きますか。フランジャーどっちにあるかな。あ、ヴィンテージフランジャー、これにしてみましょう。まあこういった感じでちょい足しアレンジをすると結構ね面白いんじゃないかと。クランパスと TS ドライブ、007番のハンズオブタイムですね。で続いてクランチなんですけれども、クランチはねいいプリセットなかったです。なのでシンプルにマーシャルの800、これのみで。これでねもうね十分、若干ねリバーブをかけてはいるんですけれども、少しねかけてるんですけれど、まあ、これぐらいのちょい足してね全然いいかなと。でこのね少し軽めですよ。これもゲイン10とかでダイナミックオーバードライブを足すと、違う風に、ドライブでね雰囲気が変わってトゲトゲしさが出て非常に面白いと思います。続いてクリーンです。まあ、クリーンもですねいいプリセットがなくて、この G2-4 は歪み系がプリセット多いんですよね。なので G3N はねいいクリーン入ってたんですけど、これもねシンプルにフェンダーのツインリバーブのみ。バーブをかけております。まあもうこれだけっていう感じですね。でまあお好みでコーラスとかね、非常にシンプルでございます。で前段にねちょっとコンプをつけてるんで、ちょっとねパキッとしたい人は、
こんな感じもいいんじゃないでしょうか。ツインリバーブはミッドをちょっと上げ目でハイを上げてるのか。で、ゲインは38という風な感じです。コンプはね、結構トーンをね、フルに上げております。という風な感じで、アンプのモデリングがね、非常にいいので、いろいろやりすぎずにね、いい音が出る。それがね、G2-4 の利点じゃないかなと思います。ハイゲインはね、ぜひぜひクランパス使っていただきたいなと。これはね、非常に面白い。いじり用もありますしね。この辺、TS ドライブとグランパス、ぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。